山口瑠希也候補生、はい、127回生、はい、まあ、入所されますけれども、はい、まずちょっと一番気になるのが高校時代、はい、何をされていたんでしょうか。高校は野球をしてました、うん、そして高校3年の夏は、コロナで、うん、甲子園が中止になったんですけど、その独自大会で県大会優勝しました、うん、その甲子園出られたかもというところ、はい、そういう時はどうだったんですか。そうですね、もう野球を始めたのが甲子園に出ることを目標に野球を小学生の頃から始めてたんで、うん、その甲子園がなくなったのはもうとても悲しかったです。こんちくしょうと思って家のもの逃げたりはしなかったですね。あのその時高校寮生活で、あ、寮で出て、はい、でみんなで泣いてる人もいて、うん、すごく悲しかったのを覚えてます。そうか、悔しいとかよりは辛いとか悲しい方が、はい、そっちですね、うん、なんで、ま、自分たちだけなんでみたいな、うん、そこから、はい、その、まあ、競輪という道、はい、ご兄弟がね選手ですけど、そうですね、どういう思いでした、競輪へというところは。競輪へというのはもう、まあ、小さい頃からこう兄とか姉のレースを見ていたんで、うん、まあ、野球、ここでも野球に区切りがついたんで、うん、次はもう競輪の道で自分も兄とか姉のように活躍したいと思って目指しました。じゃあ野球が終わってから自転車乗り始めて。そうですね、一回落ちたのかな。あ、もう養成所、うん、これで養成所受けたのが4回目で。あ、4回目、あ、そこ結構結構もう落ちてて、やっと受かってよかったって感じです、うん、確かにあのお姉さんのいぶきさんから、はい、弟をなんとか合格してもらうために、はい、しかもなんかご飯をたくさん食べないといけないから、はい、そうですね、うん、ご飯を食べられる粉を振って食べてますよ、聞いたことがあって。粉ふりかけなのかね、粉とか言ってる。粉、ご飯の粉、どんな感じだったか。ご飯をね、たくさん食える。ご飯はもうずっとたくさん食べて、うん、でも、まあ、卵かけご飯とかにして、もともと小食なんで、全然入んないんで、はい、まあ、体重頑張って増やして、うん、タイム伸ばしていったって感じですね。そうか、4回目と思うとね、はい、いろんな思いぶつけて頑張ってほしいと思いますけども、はい、龍也さんに聞いたら、はい、ルキアはすごく真面目なやつだから、いや大丈夫と思います、言ってましたけど、みんなからでも、うん、まあ、真面目って言われます、ね、言われます、はい、じゃあそのまんまね突き進んで、はいはい、山口兄弟の活躍を期待しています、はい、ありがとうございます。